こんにちは、池田しおりです。みさきです。今日はクマの隠し方をやってみました。少しみさきさんはいつもクマとかあって気になるので、今日はしっかり隠してみました。ぜひ、悩んでる方とかよかったら参考にしてみてください。それでは動画スタート。まずこれで目の下を保湿していきます。目の下をしっかり保湿します。次はコンシーラーをつけていきます。目の下に3点つけていきます。均一になじませるために指ではなくブラシを使ってなじませていきます。フェイスパウダーをつけていきます。パフではなくブラシを使ってしっかりのせていきます。しっかり叩き込むようにのせていきます。ハイライトをつけます。目頭の横のくぼみのところとほっぺたのところにハイライターを少しのせることによって光をそっちに集めてくれるので、よりクマを目立ちにくくしてくれます。右側が何もしていない状態で、左側がメイクをした状態です。皆さんもよかったら参加にしてみてください。